ばい、やばいって、ついにやってきたって、ついにやってきたか、今日が。すげえやってくるんや、今日って。じゃあちょっと準備していきます。うわすげえ現場や、すげえ。洗濯機もあります。ちょっと待って、最悪、めっちゃ手震える。落ち着け、大丈夫。今から自分は何やろ、人参狩り、人参狩り、椎茸狩り、椎茸狩り、キノコ狩り、キノコ狩りに行くと思う。私は今からキノコ狩りに行く。何も緊張せへん、キノコ狩りやもん。キノコ狩りやね、もう緊張せへん。顔震える。ちなみに今の時刻が15時なんで、あと14、15、3時間後、あと3時間後、あと3時間後、3時間だという前で、3時間だという前で、見てこっちのまつげ、今日に限ってバリ上がる。よかった、メイクの練習してて。いつものさ、現場はもっとガヤガヤしてるからさ、ホテルの中が。一瞬でさ、みんなキャリーバーって広げてさ、散らかってさ、ガヤガヤしてるから、なんかこう、いざ、一人ぼっちってなると、やっぱりな、ちょっと寂しいな。髪の毛も巻いて、メイクも終わりました。公演時間までまだちょっと時間あるから、まあだからあと30分ぐらいは、ちょっとホテルでゆうとくんの動画見て、モチベ上げたり、したいと思います。やっぱ私全然実感わけへん。なんか今からは友達とおたかつしてくる、みたいな。そんな勢い。はい。ということでね、準備ができたんで、もうホテル出たいと思います。やばい、もう無理やねんけど、無理、ほんまに心の準備できてない。大丈夫。頑張ります。あんまり泣いた。あんまり泣けました。帰ってきました。ピーターパンが舞台になって、そのネバーランドとか子供部屋とか、そういう夢の世界が舞台になってるからこそ、なんか私自身も子供心に戻ったような気分やった。ピンクの
表し方とかもなんかもうすごいいろいろ、あのコメディ要素もあるし感動要素もあるし、なんかほんま泣いて笑って子供心に戻れるみたい。楽しかった、ゆうとくんに会えたんか。さっきまで私ゆうとくんと同じ場所におったんや。舞台上に響き渡る音とか声とかがゆうとくんと同じタイミングで同じ場所で同じ景色を見て同じ音を聞いてるんやみたいな。感動したし面白かった。普通に素で笑った。私結構笑いの何笑いのセンスとか芸人のネタに厳しい方やけど素で笑ったよな。って言った。あと最後のカーテンコール、あれほんまにピーターパンらしさが溢れててめちゃくちゃ、よかった。感動しちゃった。めっちゃ楽しかった。まああんまりねネタバレみたいなことはできないんで喋るのはこんな感じにしときます。今の時刻がなんと夜中の1時。いつの間にかこんな時間になってました。仲いいおたともに今日の公演の出来事をちょっと電話で聞いてもらって、そしたらもうこんな時間になってました。やばい、ちょっと寝ないとあかんねんけど、もうベッドの上が散らかってて、もうこれすごいオタクあるあるやと思うねんけど、ホテルバリ汚くなるよね。オタク荷物多いから荷物をもうバーってもういろんなとこにこう散らかしちゃうから、まあ、こんな汚くなってて、もうキャリーとかもうこんな無残なね状態になってるんで、まあ、ちょっとね軽く片付けて、もうちょっと眠たいからさっさとお風呂入りたいと思います。懐かしい懐かしい、こういうの懐かしい懐かしいけど寂しいな。いつも隣に山田伊藤介か伊能圭がおったよ。かわいい。かわいい。ブス。2時半やで、やばくない？遠征先で昼夜逆転するのはほんまに嫌なんで、もうねさすがにもうそろそろ今日はもうここのとこで寝たいと思います。はい、ということで本日は寝ます。おやすみなさい。最後まで見てくださってありがとうございました。明日も一日頑張れ、レッツゴー、バイバーイ、おやすみなさい、バイバーイ。やってることキモすぎん、隣にうちわ置いて。